トピック結果はこうなりました。リスニングの正答率は始まりました。ムチャチャンネルです。今回はですね、はい、いよいよトイックの結果やってまいりました。第252回のトイック公開テストの結果を開封していきたいと思いますね。開催されなかったんですけど、トイックがね、それでいよいよ復帰というか、まあ開催されて、さあ果たして満点取れたのかっていうのを見ていきたいと思いますね。なんたって90回目の満点がかかってますね。これ取れればね、節目になるのですごく重要なところなんですけども、まあ開催されてなかったんで、本当に2020年の1月12日が最後だったんですよね、この前ね。まあそこで80、あらら80って書こうと思ったら G って書いてた。89回目のね、満点を取ったんですけど、はい。で、そこから今年90取れて、で、うまくね、いけば、もうこれ来年で100回だって言って、よしってなってたんですけど、まあコロナでガーッと中止になってしまうわけですね。3月、4月、5月、6月、7月と全部中止になってしまいました。もう本当にね、紆余曲折というんですか？いろいろ申し込み、振り替え、申し込み、振り替え、中止みたいな感じで、バン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 とね、どうなるんだっていう感じで、で、結局のところ9月13日、1日に再開されましたね、トイックが。で、この時は、まあ、受けた方いると思いますけど、まあ、早い者勝ちにしたんですけど、まあ、申し込みが殺到してしまったと。まあ、2万人ぐらいのスペースのところに10万人ぐらいがね、殺到して申し込んでしまったという感じになったんで、自分自身もね、そう、東京はもうなかったんで、名古屋で受けることになったっていうやつですね。で、この間の期間に、中止期間の間に、まあ、オンライン上でね、やりましたよね、みんなのトイック受験みたいな感じで、無料でトイックの、もし1回分受けられるとかっていうので、でそれ受けて、まあ正答率からすれば、まあ満点は取れたんだけど、まあ当然そんなのは公式のスコアではないので入れないですし、あとはオンラインで受けたんで、オンライントイック IP テストですね。でそれでも満点を取ったんですが、まあオンライントイック IP はまだなんていうか、その正式な感じじゃないんで、一応回数には入れないでおこうっていうふうにね思ったんで、いよいよどうだったのか、これね見ていきたいと思います。はい、開封しますよ。いよいよ超久しぶりです。これ開けるのもね、本当に8ヶ月ぶりぐらいで、さあ、おいつものことながら、味方が書いてるのかな、これね。味方と、まあ、お決まりの CM みたいなのが入ってて、さあ、いよいよ行きます。さあ、果たしてどうだったのか。緊張のトイック、結果は、こうなりました。ドン。お、え、合ってるよね。はい、満点ですね。やったー、取ったということで、はい、90回目達成しました。2020年9月13日のテストで、やっと90の大台に乗りました。やりました。いやー、よかったー。さあ、そしていよいよアビリティーズメジャーでですね、正答率の方を見ていきたいと思います。果たして全問正解できたのかですね。ここがまあ満点の中でもやっぱり違うので、トイックっていうのはね、全問正解しなくても満点取れるので、リスニングだったら3問とか間違ってもなりますし、リーディングの場合だと1問ミスでもなることが多いですね。一応ね、この時の感想としては結構簡単だったって言ってましたよね。あの名古屋、そうだ、名古屋で受けたんだ。さあ、まずはリスニング見ていきましょう。リスニングの正答率はこちらです。100、100、100、100、はい、全問正解ですね。100、100、100、100、100、はい。さあ、いよいよ、そしてリーディングです。いきます。まあね、リスニングは、うん、自信あるって言ってましたね。リスニングはもう全問正解できることがかなり多いので、いよいよリーディングは全問正解できたのか、こうなりました。あ、これいったんじゃない。100、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 
し。ということで、記念すべき90回目の満点はオール100。はい、アビメすべて100というのを達成しました。いやー、これはでかい。やっぱりこうね、全問正解するっていうのはですね、全然違うんですよ。これ喜びがね、ひとしおなんですよね。やっさあ、ということで、そう、これ完璧な満点っていうのはね、いやー非常に大きいんですが、アビメの見方に関してはね、広前田先生にいろいろ分析してもらってるものが動画出てますので、詳しく知りたいっていう方はそちらをご覧ください。はあ、これ平均点、まあ平均のパーセンテージが出るんですけど、なかなか面白いことになってますね。短いナレーションとかが72、
長めのものが64、うん、やっぱ推測しなきゃいけない系統なんで低く出てますね、長めのもので。で、短い会話の詳細が89、だいぶ高いですね。こんな高いのめったにないんじゃない。で、長めの会話アナにおいて詳細が理解できる。そうですね、まあ詳細っていうのは簡単な傾向があって、で、やはり厄介なのがこれですね。話し手の目的や暗示されている意味が理解できる。これやっぱパート2の変化球ですね。直接的応答じゃないやつ、そしてパート3、4の、まあ、意図問題とかね、ああいうやつになるわけですが、やっぱりここは低く出るって感じですね。それに対してリーディングが今回はあれですね、随分おしなべて平均的ですね。全部62、65、62、67、69と言って、ね、70行く時とかね、特に文法なんかあることあるんですけど、それがない。かといって50とかになるものもなかったっていうね、極めて平均的なものになってますね。だいたいやっぱ推測と複数文章のところがガッと低くなるんですが、まあどちらも62、62ですねという形で、まあ確かに一番低くはなってるけれども、その他のところもかなり厄介だったと。具体的な情報が65っていうのはちょっと低いですね。具体的なやつなんで、もうすぐにパッとその書いてあるところでパッと答えが分かるってものが多いはずなんですけど、そうはなってなかったってことですね。ちょっとこれは意外だったかなっていう感じで、語彙と文法が67、69で、これもあんまり変わんない、まあ、ちょっとね、平均が面白かったかなと思いますね。はい、まあそんな中でね、全問正解できれば満点は絶対取れますからね。やりましたよ、念願です、全問正解。いやー、よかった。リスニングはだいぶバラバラだったのに対してね、リーディングはかなり平均的になったという戦いですね。まあ基本的にはやっぱりこの暗示する系統だよね、文脈とかたくさん使わないといけないので、ね、大変なんですけども、やっぱこの意図をね、読み解く、文脈からきちんと意図を読み解くっていうのを重視したテストになりますので、で、公開テストではなくて IP で受けますっていう人もね、結構いるので、オンライン IP ですね、オンラインで受けますっていう人も結構いるので、その人はオンライン IP の動画も出てますので、そちらを参照してください。やっぱりかなり違いますので、まあ、基本的にね、リスニングのパート3とかパート4っていうのは先読みするって言って、設問選択肢を先に読んでから行くんですけど、それができないので、オンラインバージョンってこの音声流れてくる時に問題出ちゃいますので、それができないので非常に厄介です。で、まあ参考書とかも出てないですから、それに対応したものね、問題数も違うし試験時間も違うし、で、基本的には新形式が全部出てくるので、2016年以降の新たな形式の対策がすごく重要になってくるので、問題数は少ないんだけれども新形式は全部出るので、その新形式の比重割合がものすごく高くなるんで、なんで、まあ文脈重視、より一層文脈重視、意図を読み解く問題が多くなるっていう感じになりますので、はい、そういう対策きちんとやっておきましょう。あとはこれから抽選に当たっていくかですよね。10月4日はね、バウチャーっていうのを使ってね、バウチャーっていうね、振り替えの1回使えるんで、その振り替えので、ね、使えたんで、まあ、自動的に受験できたんですけども、その後ね、10月の25日の抽選は午前も午後も外れてますので当たりませんでした。で、11月15日は当たったのでよかったんですが、まあ、ちなみに今は12月のもうね、申し込み始まってますので、申し込み方忘れずにやってください。まあ、せっかくなんで自分も今申し込んでおきます、忘れないうちに。申し込み完了、エラーって出たけど一瞬怖っ。はい、という感じですね。はい、10月4日のね、結果が来たとはまた紹介したいかなと思います。来年たくさん当たれば100回も目指せるんではないかなと思います。はい、頑張っていきたいと思います。まあ、早くね、みんなが受けられるようになればいいかなって思ってます。まあ、ちょっとね、自分自身はちょっと今、毎月いろんなね、セミナーやってるので、トイックの、なるべくそのね、受験情報、トイックにはやっぱ精通しておかなきゃいけないので、まあ、これからも受け続けて、あとはまあ本もね書いていくので、来年少なくともね一冊はトイックのやつ出す予定なんで、それのためのちょっと今分析を進めてるという感じですね。まあ公開されてないテストなんでね、やはり受けないとわからないことがねどうしても多いので、早くねみんなが受けられるようになってくれればいいんじゃないかなと思いますね。はい、というまあよかった、90回目無事取ることができました。しかも全問正解ですね。はい、非常に良かったです。ありがとうございます。また頑張ります。最後、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.